はい、どうも皆さん、こんにちは。どうも、ダサカです。カッカッカッ。まあ、今回なんですけども、今ちょっと僕、今ちょっと焦ってるわけです。まあ、なんでこんなに焦ってるかというと、僕、実は、休みの宿題、一個もしてないんですよ。なんで一個もしないかって、こんな事実になったかっていうと、言えたら僕、冬休み毎日登校頑張ってたじゃないですか。俺めっちゃ頑張ってたんよ。大学受験が19日だから、残り2週間ぐらいになったわけなんですけど、もちろん勉強してなくて、今回、なんでか知らんけど、冬休みの課題みたいなのこんな風に配られたんです。なんでか知らんけど、配られて、これやらないといけないですよ。少ないけど、まあ大学受験もあって、まあこんなに手をつけてる暇はないと。そんな自分で自分の勉強しろと。そうやったら最初からバズなせんすよ。ファック。という感じで、まあ僕、冬休みの宿題読みやからやらないといけないですけど、まあ、ページが大体8ページぐらいしかないんで、パッパと終わらせてしまおうかなと思いまして、今1月の、6日なんですけど、1月の7日学校の皆さん、多分今焦って多分やってると思うんですよ。一緒にこの動画を見ながら、まあ終わらせようかな、みたいなね。そういうね、和むような動画を作りたいなと思います。イエーイ。こんな風に、まあ、水を用意しとかないといけないですよ、やっぱり。やっぱり、水分補給っていうのはやっぱり大事だから、まあ、水とかやっぱり飲んで、その待機しないといけないということで。まあ、ということで今からやっていきたいと思います。ウィッス、ウィッス、ウィッス、ウィッス。そうっすね。何から手をつけていけばいいかって、まあ言いますと、まあ、今やってるのは数学なんですけど、数学っていうのは方程式をやっぱり頭の中に入れといて、その方程式を頭の中に入れた状態で、問題を解くとその方程式が頭から出てきて、それに当てはめていけない頭の中で暗算しながら解いていくっていう、そういう作戦です。0点が語っております。ちょっともう、なんこの、なんなんすかのもうこのさ、なんかもう勉強しとったらさ、なんかもうストレス溜まってくるやんか。なんかもうさ、もうなんなんこのこのさ、俺無理なんよこういうの。なんかもうさ、もうこんな小さい、鉛筆持ってて、ぐらい書いてさ、何をやっとんと俺思うねん、自分で宿題やっとって。なんだろ、自分の好きなことならいいんやけどさ、なんかもう自分の嫌いなことをさ、ってなんかやっとった。何をやっとんみたいな、なんか自分がほらしくなってきた。なんか長い時間やってストレスかけてるな、あたらな、あたら。ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、何が起きたと思った、すごい、待って、やばい、ちょっと待って、水没した、水かかってもった、最悪や、うわ、最悪や、水かかってもった、やばい、できん、待って、宿題できん、これはできん、待って、宿題できんくなってもった、やばい、ちょっと待って、俺何しよう、見て、もうやばい、もう水浸しになってもった。もう俺宿題したかったのに、宿題提出したくて、もう今から宿題一生懸命やろうと思ってたのに、俺今めちゃ勉強の気分やったのにさ、最悪や、宿題できんくなってもったし、これどうしよう。ちょっと待って、どうしよう、これ。ちょっと待って、待って、今俺さ、ちぎるつもりなかったのにさ、あ、やばい、右手が重い。待てよ、最悪や。最悪や、宿題できんくなってもった。最悪や、宿題したかったのに。仕方がないんで、もう宿題したかったけどできないんで、ちょっともうゴミ箱に捨てたいなと思います。ごめんなさい。もうごめんなさい。本当にごめんなさい。俺もほんまにやるつもりやったんやけど、もうできんくなってもだから、もうした話なんかゴミ箱に捨てたみたいな感じやわ、ほんまに。ほんまに俺も苦労してしたかったけど、ほんまにこれはできんくなってもた。ほんまにごめん。はい、ということで、本当に皆さん必死にやってる方、本当に申し訳ないんですけど、僕も皆さんと一緒に冬休みの宿題を一緒にやる予定だったんですけど、僕だけなんか水没させてしまって、なおかつ破ってしまったんで、本当に皆さんと一緒にやる予定だったんですけど、僕だけちょっと楽な道進んでしまって、本当に申し訳ございませんでした。まあ皆さん、大量に宿題のある方は、まあちょっと今から頑張ってください。まあ僕は宿題が破れてしまって、まあ今からゲームして、まあ僕は皆さんのこと応援してるんで、本当に申し訳ございませんでした。すいませんでした。